デジカミウォッチ TV のレポーター伊勢真奈美です。今日はガンレフ主催のオリンパスペン F セミナーが開かれるということで栃木県にやってきました。それではガンレフのデスク加藤さんに今日のセミナーの概要を伺ってみましょう。はい、ガンレフでは写真愛好家の皆さんに新機種を貸し出す注目製品レビューという企画を実施しています。今日はレビュアーの皆さんに新機種の使い方などをレクチャーするため栃木市に来ています。講師に藤井智弘先生を迎え蔵の街のスナップを楽しみます。はい、ありがとうございます。それではセミナー行ってみましょう。オリンパスペン F セミナーの講師を務めていただく藤井智弘先生です。今日のセミナーではペン F のどんな魅力をお伝えいただけるのか伺ってみましょう。はい、そうですね、ペン F はですね、プロファイルコントロールという機能が、最も特徴的ですので、その機能を使ってですね、自分の、オリジナルの絵作りというものを楽しんでいただきたいなというふうに思います。あともう一つですね、クラシカルなデザインをしていますので、ダイヤルの操作性とかですね、手触りとかそういった質感とかも楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。今日は1日レポートを通して楽しみたいと思います。音が結構オリジナルに結構近づけてまして、ね、このダイヤルとか、まあ、そういったところで、昔のペン F っていうのを彷彿させるデザインっていうこだわってますね。ただ昔の何だろう、それ復刻版という形ではなく、また新たな、ね、カメラらしさっていうのを追求したデザインで、ここにこだわっていてとかね、なんかどうでもいいような話ですよね。ビール飲みながら。すいません、はい、今使っているレンズはどんなレンズですか？12mm の単焦点です。 12mm の単焦点、はい、使った感想はいかがですか？解像が非常に良くて、はい、とても良いですね。とても良い、はい、もうちょっと明るければさらに良いのかと思ったんですけど、はい、まあ、寄れるので、はい、背景、まあ、寄って撮れば背景コントロールできるし、うん、非常に使いやすい。使いやすいですか、はい、ありがとうございます。はい、あ、すいません、はい、今どんなレンズを使いですか？オリンパスの 75mmF1.8 っていうものを使ってます。はい、あ、そうなんですね、はい、使った感想はいかがですか？開放から結構綺麗に、はい、綺麗のある写りをしてくれて、はい、かつこの遠近感が出るような豊かな補強をしてくれるということで、はい、すごくいいレンズだな。いいレンズですか？あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、はい、今お使いのレンズはどのようなレンズですか？はい、25mm の 1.8 で、はい、標準 35mm 換算でいうと標準なんですけど、はいはい、今日初めて使いますね。あ、そうなんですね、はい、初めて使った感想はいかがですか？まず標準レンズ一眼レフで使うことが多くて、はい、もっと 1.4 なんですけど、もっと重くて大きくて大変なんですけど、はい、これだと持ち運びで軽くて簡単で、はい、まあ、街のスナップとか非常に持ち出しやすくて、はい、で絵も結構シャープだったんで、はい、いいかなとちょっと思いました。はい、はい、ありがとうございます。はい、すいません、はい、今お使いのレンズはどのようなレンズですか？はい、オリンバスの 12mm の F2 というレンズです。 F2 というレンズですね、はい、このレンズを使いの感想はいかがですか？はい、そうですね、小さくて取り回しがしやすいので、うん、そこのところがいいですね、はい、であとは写りがいいとか、明るさが明るいので、はい、ファインダーでピント合わせるのがすごい楽です、うん、はい、であとそうですね、
寄ったりすると、はい、結構背景がボケてくれるので、うん、で広く映ったこういう、広いような景色のところで、はい、うん、一つボケを生かしたような発想ができますので、はい、その辺あたりはすごいいいと思います。あ、いいカメラなんですね、はいはい、ありがとうございました。すいません、今どのようなレンズをお使いですか？45mm の 1.8 ですね。 1.8、はい、とレンズをお使いの感想はいかがですか？軽いんで、はいはい、持ち運びとかも特に苦労しないかなって感じですね。あ、はい、はい、他にはありますか？あ、そうですね、撮ってみた感じは単焦点で明るいレンズなので、はいはい、後ろのボケとかも、はい、綺麗に映るかなと思います。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございました。はい、藤井先生、本日はお疲れ様でした。ペン F のセミナーでしたが、参加者さんの反応はいかがでしたか？そうですね、皆さん積極的にシャッターを切っていて、カメラにも大変満足しているような様子でした。先生自身はこのカメラにどんな魅力を感じて使われましたか？はい、やっぱりまず、カメラらしい操作性を持っていることとですね、あとは、プロファイルコントロールで自分の絵作りができるというところに魅力を感じました。これからもガンレフは会員の皆さんと一緒にカメラと写真の魅力をお伝えしていきます。本日はありがとうございました。皆さん、今日はペン F の魅力は伝わりましたね？はい、はい。